ドクターです。人間、外見が全てなんですよ。見かけが良ければ全てうまくいきます。逆に見かけが悪ければなので、見かけが悪いあなた、すいませんが人生諦めてください。ロクタさん、いくらなんでもそれはないですよね。そんなことを言ったら、自分は見かけが悪いと思ってる人たちがデモをしますよ。それは困るので、前言撤回してください。そうですね、見かけが悪いと自負する、自分でそう思ったと思っている人は整形をすればよいですよね。韓国へ行けば結構安いらしいですし、今すぐ行ったら良いんじゃないですか。ロクタさん、さすがにそれはちょっと過激すぎです。なんか良い方法はないでしょうか。特にないですね。見た目が悪いあなたはお母さんを恨んでください。以上です。見かけが良いあなた、人生勝ち組ですね。喜んでください。ちょっとね、奥田さん、あんまりです。ちゃんとフォローしないとファンもできないし、嫌われて一人ぼっちになりますよ。それでもいいんですか。そうですね、正直あまり教えたくないんですが、あなたにこっそりとお教えしますよ。とその前に、あなた本当に聞きたいんですか。それは聞きたいですよね。今のまんまじゃ感情が収まらないので、何とかしてほしいです。ああ、そうですか。かなり気が重いですが、あなたに良い本を紹介しますよ。21世紀は男も女も見た目が 100%。 見た目を磨くと全てがうまく回り出す。初公開、ひとりさんの語り下ろし CD 付き。著、斉藤ひとりですね。実はこの本、2014年に書かれたものです。すでに21世紀に入ってるのに、タイトルに21世紀はと入れてるのはどういうことでしょうか。それに21世紀だけではなくて、昔からそうだろう。そんな風に突っ込みたくなりますよね。わかりますよ。俺も正直このタイトルはどうかなと思いました。でもこれってマーケティングなんですよ。タイトルがダサいとか、今更何言ってんのってあなたは反応しましたよね。それを狙ってるんですよね。だって仕方がないんですよ。いくら真面目に良いことを説いても、誰も読んでくれなければ虚しいし、生活をするためにお金も必要だし。まあ斉藤ひとりさんが生活費に困ってるとは思いませんが、商売でやってることですから、売れてなんぼなんですよ。でも六田さん、お金のことばかり話す人ってあまり良い印象がないですよ。正直私はお金のために働いたことはないです。なんと言いますか、商売の場合は仕方がないですよね。起業してお客さんが来なかったら、あなたは破産しますよね。破産をしたら最悪ホームレスになりますし、生きていくこともそんなに楽しめないでしょう。逆に売上さえ上がれば、会社の規模が大きくなれば人を雇うこともできるし、社会に貢献することもできます。もちろんあなたが清く生きるのは尊重しますし、
とても良いことなので応援します。いやいや、応援とかいらないです。ただお金の亡者っていうか、姑息な手を使うのはやめてほしいというか、姑息な手、今までの話の何が姑息なのかちょっとよくわからなかったのですが、俺は今気がつきました。話が噛み合わないのはマインドの違いのせいです。マインド？マインドってマインドコントロールとかのあれですかね。そうです、マインドコントロールのあれです。従業員マインドと企業家マインドというものがあるんですよね。従業員マインドは呼び方の通り従業員のマインドのことで、まあ言い換えるとクレクレさんです。何でもかんでもクレクレと言って、自分は先頭を切ることはありません。責任は自分以外にありますので、私は言われた通りにやりましたとか平気な顔をして言ってしまうタイプです。でもね、みんなが社長になって俺についてこいってやっていたら、日々の業務を行う人がいなくなるので、従業員マインドの人も必要です。ですから、あなたがどう生きるかは、あなたが何を選択するか、そういうことですね。ですので、あなたの心に聞いてください。あなたが選んでいいんですよ。あ、もしかして従業員マインドの反対は何って思いましたかね。起業家マインドです。起業家の人は基本的に自ら行動して、責任はすべて自分にあると考える人です。マインドの話ですので、起業家じゃなくても同様の考えを持つ人もいます。責任はすべて自分にありますから、何か問題が起きたらどうすればうまくいくのかと向上点を見つけていくのです。これはシンプルですが非常に大事なことです。なぜなら、あなたが変えることができるのは自分のことだけですから。自分がどんな選択をしてどのように生きるのか、大人のあなたには選択の自由があります。不満を言って人のせいにして言われたことだけをするのが安心な従業員マインドの人も、チャレンジ精神旺盛でガツガツしてて改革を好む起業家マインドの人も、自分でマインドを選択することができます。何が言いたいのかというと、全てはあなた次第ってことなんです。うわあ、ロクちゃん今日は説教モードですか。仕事で疲れてるんだから勘弁してください。そんな風に思いますかね。それももっともだと思いますよ。できれば俺も楽をしてチャリンって儲けて、辛いことや面倒なこと全て避けていきたい、そういう気持ちは少しもあります。もうそういう気持ちですね、は少しはあります。でも自分が原因という考えは普遍なんですよ。パンクバンドのセックスピストルズも、問題はお前にある、 The problem is you と歌っています。そう、成功哲学の人だけじゃないんです。ですから、あなたにもセルフスターターとして自ら行動を起こして自分で責任を取るようにしてもらえたのですが、斉藤ひとりさんの本に戻ります。カリスマ的な人気を誇る人ですから、賛否両論あると思うんですよ。俺はなるべく中立の立場で紹介ができたら良いなと思います。さっきは問題は自分にあると言いましたが、実はそれ自分が取る選択で人生はいくらでも変えることができる、そういうポジティブな考えでもあるんですよ。ですから、そのように考えて21世紀は男も女も見た目が 100% を読むと、良いメッセージのみ受け取ることができるんですよね。これは模様体復活系という概念ですけど、
外見を磨いたり着飾ったり自分の顔に責任を持つというのは、印象を良くすることはあなたにもできるんだよというポジティブなメッセージです。もちろん普通の顔の人がものすごく美形になるには整形が必要になってくるんですけど、容姿をしたい、良くしたいっていう願望はどんな人にもあることですし、悪いことではありませんが、どうでしょう、それってあなたに必要でしょうか。タレントとかアイドルとか女優とか見た目を重視する職業に就きたい場合は、まあこの辺は賛否両論です。韓国や中国のように見た目を良くすることに貪欲な人が多い地域では日常茶飯事なのかもしれません。話がそれましたが、ひとりさんはこう言います。良い服で着飾ることができるのは人間だけ。せっかくそういう楽しみがあるんだから積極的にやればよい。捉え方の問題なんですよね。顔の話もそうです。彫刻のような綺麗さではなく、人間として良い外見になると自然と良いことが起こりますよとおっしゃっています。つまりあなたの生き方が顔に出ますよ。一言で表すとそうなります。斉藤仁さんのように大富豪で熱烈なファンもたくさんいる人はきっと幸せな人生でしょうねと想像することは容易です。本当のとこは分かりませんが、とても素晴らしい本だったのですが、物事には必ず陰と陽があります。この本は陽の部分に光を当てていて、陰の部分がまだ足りないと感じます。足りないとバランスが取れないので、あなたは落ち着かないんですよ。でも安心してください。 X ブッダがありますから、無料コンテンツもありますから、まずは試してみることをお勧めします。